すごいだよ。え、すごいね、この海沿いの街って感じが。ね、海沿い、まあ、川沿いだけど、あそこ全部そうってことでしょ。ここ全部さ、川沿いにだーってお店が。あれ全部違う。ね、すごいじゃん。ねえ、なんか夜市とはまたちょっと違った感じだね。うん。ね、ここの通りがさ、メインじゃないらしい。あ、ここがメインかもしれないけど、もう一個。あっちね。あっち、あれ。これはすごい。一番軽くさらっと行って。行きますか。帽子屋さん。でもここまで来るって結構だよね。やっぱりここで1日撮らなきゃいけなかったっていうのは分かるぐらい多分広いんだろうね。あら、縁日完全なる縁日来ました。あ、やば、わ、すごい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 。で、書いてたよね、うん、これどうする。長いソフトクリーム。で、味が結構選べる、うん、あ、すごいじゃん。マンゴーミルク、いちごミルク、普通のミルク、普通のミルクかな、あれが普通のミルクとチョコレートかな、あれ。そうだね、チョコだろうね。どれがいい。マンゴーミルク、マンゴーとイチゴっていうのがありますよね。マンゴーとイチゴは私神様だと思うんですよね。なるほど、はい、あれさ、あれしようか。私マンゴーとイチゴ、これさすがにみんなみんなシェアでよろしいですか。よろしいです。大ですよね、やっぱりね。あ、ビッグ。え、ビッグでしょう。ビッグはスモール。スモールは結構普通にスモール。どれどれ。わ、あ、やるんだ。この技術がすごいよね。わ、めちゃくちゃ綺麗。え、すごい細かいじゃん。機械みたい。え、すご。お兄さんすご。お兄さんめちゃくちゃ綺麗だ。お兄さんすご。おお、どこまで伸びるの。キャーホーって言われた。気をつけろって多分ね、サメを取ろうとしてるこの人。そう、ダチさんは、ダチさんバージョンはいいの。私はね、そういう表情があまりできないのでいや、素晴らしい。でもね、一番最初もらうから。いきます。はい、めっちゃ美味しい。やばい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 。はい、意外にも甘い、うん、でもあっさりしてるね。怖ない、これ甘いのにあっさりしてる、不思議だな。え、どうやって行ったの、みんな。そのまま、あ、これはうまい。え、なんかさ、シャーベット味がある。シャーベットなんで飲み込んでなかったの。なんちゅう顔してた。冷たかったんだよね。すごいすごい。これなんか駄菓子感がある味。ある。なんかハーゲンダッツみたいなさ、ああいう感じじゃなくて、なんか懐かしい感じの。懐かしい、うん、いや、これはすごいぞ。うわー食べやすい。あっさりしてるね。あっさりだね。でもすごい長いね、これは。デイスもデイトで書いてるから。本当だ、書いてある。近く花瓶です。あー、つらい。つらいな。やばい、これ映えだったな。ねえ、すごい大きかった、いや、でもすごい、お兄さん細かかったよ、マジで。
えなこさん、もうちょっと頬張っていただけます？違う方向で撮影してる。いやいやいや、単純に美佐子さんがアイス食べてるところをリポートしてるだけですよ。本当？はい。美佐子よくないよ。アイス食うとだけじゃ。アイス食うとるだけや。この番組は健全な番組だから。いやいやいや、あさん注意する相手違っとる。これ食べればいいんだけど。四角カビの割に一口でかいね。すごいねっとり食うんだよ。あーでで。あー四角カビだ。あーあー。しております。いけませんとそれ以上は。これがええの。バカ野郎。バカ野郎。ヒードマークつくぞ。え、すごいこれ。ナイスだよね。素晴らしいお店でございました。ごちそうさまでした。塗るよ。OK、乗せてね。え、ニンニク乗せます？乗せます。だってニンニクあるんだもん。乗せます。めっちゃニンニクの香りするこれ。すごいわ。めっちゃ強いねニンニク。ね。はい、ニンニク乗せました。ペタペタにしちゃった。ペタペタ。はい、これね、めっちゃ熱いからね。離れましょうか。離れよっか。